北緯35度13分48.3秒、統計139度6分13.2秒総運寺は、神奈川県足柄下郡箱根町湯本にある、臨済州大徳寺派の寺院。3号は、金藤山。本尊は、釈迦如来。寺内には、ご宝城四五代の墓、伝菓市、葬儀の石踏みがある。国の重要文化財の織物り分台及び、硯箱。 宝条宗雲肖像画、剣士帝文化財の宝城氏綱、氏安らの肖像画がある。大英元年、宝条宗雲の遺言でその子、宝宇氏綱が、京都大徳寺、第83世、伊天創生を招き創建されたと伝えられている。だが、大徳寺川の記録では、大英元年当時の伊天創生は同時にいたと、されているため、 創建年次に関する二つの遺説が唱えられている。岩崎宗順は、宗清志が、にら山の蚊山寺にいた、永少年間にまだ健在であった、宗運の依頼で、湯本に、宗恩案と呼ぶべき、全身寺院を建立したのが事実上の創建で、宗運の死後に、菩提寺に改めたとする説を唱えている。これに対して、黒田元樹は、宗運寺の創建が、 大英元年とする自伝そのものが、江戸時代以前に存在しないとする立場から、総雲寺に湯本の門前町が寄進された、年代不明のう実な発給文書がその顔型が、協力四年以降のものであることを指摘して、総雲寺の創建を門前町の寄進の前後である、協力、天文年間であったとする説を唱えている。天正十八年、小田原征伐において一時的に、 豊臣秀吉軍の本営が置かれるが、石垣山城が完成すると当時を含む一帯は、焼き払われた。北条氏の庇護を失って荒廃したが、消失後の寛営四年、宋、菊慶、宋ありにより再建。慶安元年、三大将軍、徳川家光から主院状を与えられ復興した。北条氏康造総運寺京大にある北条雲、法上総運、氏綱、氏康、氏政、 宇治直の墓所は、江戸時代の漢文12年に、北条宇治則の子孫で、佐山藩、北条や五代目当主の北条氏を治むが、北条総運明日の8月15日に建立した、九養棟。宇治綱墓所は、かつての広大な旧総運寺境大の春松院に、宇治安墓所は大戦院に葬られたが、豊臣秀吉の軍勢に焼かれたため、その位置は不明となっている。岩崎総順。 ご北条氏と、宗教、大徳寺関東流泉派の成立と、その展開、黒田元木、北条無実なローン ISBN 978から、4から864032001。ありがとうございます。